エルビン・ジョーンズはアメリカのジャズミュージシャン、ドラム奏者。アメリカ合衆国ミシュガン州、ポンティアック生まれ。ピアニストのハンク・ジョーンズ、トランペッターのサド・ジョーンズとの三兄弟の末弟である。1940年代後半に軍役に服した後、ミュージシャンとしてのキャリアを開始。1950年代前半はデトロイトで活動。1955年にニューヨークへ移ると、 マイルス・デイビス、ソニー・ロリンズ、チャールズ・ミンガスらと共演した。1960年からは、ジョン・コルトレーンのグループで活躍。ベーシストのジミー・ギャリソン、ピアニストのマッコイ・タイナーと共にカルテットを形成した。複雑なリズムを難なく叩き、ドラミングの技術には定評があった。1966年に音楽性の相違からともとを分かつまで、 アラバマなどコルトレーンの多くの作品、演奏に参加した。また、1960年代には、ブルーノートレイベルを中心にウェインショーターや、グラントグリーン、ラリー・アングラのレコーディングに参加、歴史的名盤を数多く残している。以降は、自身のグループ、ジャズ・マシーンを率いての活動が中心となる。ブルーノートレイベルからは、自身のピアノレス・カルテットを中心とした作品を、 いくつか発表している。1966年に来日した際、トラブルによってしばらく帰国できなくなるが、その際に日本人ミュージシャンから支援を受け、それを機に新日課となった。妻は日本人のケイコジョーンズで来日の機会も多く、カラシマ文雄向井茂春、中山栄治などの日本人プレイヤーをジャズマシーンのメンバーとして迎え入れた。晩年は、 毎年年始に新宿ピットインで公演を行うのが定番になっていた。2002年から兄のハンク・ジョーンズがリーダーを務めるザグレート、ジャズトリオのドラマーを務めたが、2004年5月18日、心不全により死去した。76歳ボ打つ。ありがとうございます。